それではここからですね第2章の連立一時方程式と行列の話に入りたいと思います。で第2章の内容なんですけれどもちょっと書き出したら結構いろんな内容あるんですが要はその連立一時方程式と行列の関係を調べるっていうことに話は尽きるんじゃないかと思います。えっ、ー、と連立一時方程式っていうのが、まあ、あの線形代数をいろいろ考える上の まあ、基礎にあるんですけれどもでここではそのえっ、ー、と連立時方程式の解放やいろんな計算っていうのをがその行列の計算に置き換えられるっていうことを使うんですねそうすることによって、えー、といろいろな問題を解いたりいろいろな議論を数学的な議論をしたりってことが行列の言葉で語れるように整理されます。それにによってこうあの連立時方程式を解く際いいろいろ 疑問だったことがですね、この行列の言葉で分かるようになるというのが、この章の目標だと思います。ということで、まず第2.1節の行列の基本変形という話からしていきたいと思います。で、この第2.1節はですね、次のような内容が出てきます。行列の基本変形というのを学んで、 その行の基本変形で行列を表すということでえっとあとはその階段行列とか簡約階段行列っていうのが出てくるんですけれどもあのこれがですね今後その連立一時方程式を行列を使って解く上の基本になります。で最終的にはこの正則行列が基本行列の席で表されるっていうのがまあ一番大事なことです。ということでまず最初に その連立一時方程式をです、ねえー、と皆さんこれまで加減法というも呼ばれる方法でよく解いてきたんですけれどと思うんですけれども、まあ、これとです、ね、この行列の、えー、と変形をですね対応づけながらその連立一時方程式を行列の計算でどう扱うかっていうのを見ていくことにしましょう、まあ、例題としましてあの次の連立一時方程式を解くことを考えます、えー、この 2x プラス 5y イコールマイナス11とマイナス x マイナス 4y イコール10ですね でこれに対応させた行列っていうのを作ってみるんですけれどもやり方はこの連立時方程式に現れてきたこの係数をそのままの順番でこう並べた形ですねですので、えー、と左側にはこの方程式の右辺左辺の係数が並んでいて右側にはこの右辺の係数が並んでいるとこういう形であのまず行列を作るというところから始めますで、えー、と順番に解いていくわけですけれども まず最初に例えばです、ね、このステップでは1番目の行列からです、ね、この x っていう変数を消したいということで、えー、っとこれはどうやってるかっていうと2番目の方程式を2倍して1番目の方程式にかけるんですねそうするとまあこういう形になってその1番目の方程式の x の項が消えますよってことをやってるんですけれども同じことをです、ね、行列にも行うわけです。 これ上では2番目の方程式を2倍して1番目の方程式に加えていたので同じことをしたりはどう行列ではどうやるかというと第2行を2倍して第1行に加えるという操作をしますそうするとこの11成分が0になりました11成分が0になったということは方程式ではここの x の項が消えたと同じことを表していますそして他の方程式の係数もですねこの行列の各成分の値はこう対応していることが分かるかと思います で、これをですね、あのさらに進めていきまして、次は、えっ、ー、とこの二行目のこの四式のですね、四式のこの x、あ、これ y か、y の変数をこう、あの消してますね、こんなふうに消してます。そのためには、えっ、ー、とこの三の方程式にを3マイナス三分の四倍して、四の方程式に加えるってことをやってるんですけれども、同じようなことをですね、行列でやろうとすると、この場合は、行列の第一行をにマイナス三分の四をかけて、第二行に加えると。 ということで、こんなふうに、この、えっ、ー、と、なんだ、この第2行のこの y に当たるこの変数が0になっているというわけですね。で、えっ、ー、と、次は、上と下の方程式を交換して、上の方程式は x イコールという形にしましたよっていうのは、下の行列では、前、第1行と第2行を交換しましたよっていうことで対応させるわけです。で、あと、最後に、この方程式のですね、x と y の係数を1に直すために、 例えば上の方程式はマイナス1倍する下の方程式はマイナス3分の1倍するっていう操作をしているんですけれども行列で同じ対応させる操作として第1行はマイナス1倍第2行をマイナス3分の1倍すると、まあ、こういう形になりますね。でこれでとあの方程式の解と同じような対応する行列が得られたということが分かるかと思います。で以上の,あの やり方ですね操作を見ているとその連立時方程式を解くときに我々が使ってきた加減法の各方法とですねに対応する行列の変形っていうのが出てくるんですね例えばある方程式を C 倍するのは行列ではある行を C 倍することに対応しますしそれからも、えー、ともとの加減法で2個の方程式の上下を入れ替えるっていうのがその行列の変形では2個の行の入れ替えに対応していますでさらにもともとの方程式である方程式の C 倍を他の方程式に加えるっていうのは行列ではある行の C 倍を他の行に加えるという操作に対応しているわけですね。で実はこの以上の3つの操作っていうのはあの、えー、と行列に対する基本的な操作になりますのでこの3つの操作を行列の行基本変形と呼んでこれから扱います。こここまでででしょうかでそこで、えー、その アアイディアに基づいてです、ね、あの基本行列っていう行列を定義するんですけれどもあのこれはあの教科書の36ページにあります。えー、と単位行列 M 字の単位行列にこの以下の基本変形123を施したものをそれぞれを M 字基本行列と言いますということで行の基本変形として先ほどの3つの基本変形を用意しました。 で、これに対して、まず最初に、えっ、ー、と、この行の大 i 行を c 倍する行列ですね。この行列のことを Ei の c というふうに書きます。で、2番目に、その、えっ、ー、と、大 i 行と大 j 行を入れ替える行列、入れ替えた行列ですね。これをあの p の ij というふうに表します。で、3番目に、 この第 i 行にですね、第 j 行の c 倍を加えた行列、まあ、こういう行列なんですけども、これを eij のカッ C というふうに表します。このような形でですね、この基本行列っていうのを定義するんですね。で、そうしますと、えー、と実は、あのー、今、先ほどですね、あの連立方程式を解くときに見せていた行の基本変形っていうのが、実は今定義した基本行列を、えー、左から かけることで同じことでできるんですねですので例えば A の大愛行を C 倍したいと思ったら先ほどの E の i の C っていうこの行列を A の左からかけるんですね。というふうにしてそのある行を定数倍するそれから大愛行と大 J 行を交換するそれから大愛行,行に大 J 行の何倍かを加えるっていう3つの操作を その3種類の行列の掛け算で表すことができるというのが一番のポイントですので、ここをよく認識しておいてください。だから今までの行のいろんな、3種類の行の基本変形っていうのが、その基本行列を掛けるという操作でできるということですね。ですので、行の基本変形を行列の掛け算に置き換えてこれから考えます。そこがまず一つのポイントですね。はい。よろしいでしょうか。で えとまあ、ここまずチェックしていただいてちょっと戻りますとですね、えー、とこの今述べた3種類の基本行列というのはあの実はあの生息行列で,で基本行列の逆行列もあの生息行列ですよっていうあの性質があ,のあります。で、えー、とそれはどうやってわかるかというとそれぞれの基本行列が行っている操作っていうのを考えてじゃあその逆の操作は何だろうってことを考えればいいわけですね。 例えば基本行列の中でこの大愛行を C 倍するっていう操作が基本行列があるんですけどもこれの逆行列を考えようと思ったらじゃあこの大愛行を C 倍する操作の逆の操作は何だろうっていうことを思い浮かべるんですねそうすると大愛行を C 倍した行列を元に戻そうと思ったら大愛行を C 分の1倍すればいいでしょっていうことになるわけですよ その大愛行 C 分の1倍する操作っていうのは、やはりこの大愛行を何分、何倍するっていうこの逆行列、こういう基本行列で書くことができるんですけど、これは実は逆行列になってるということなんです。で、同じように、大愛行と大愛行、J 行を交換した行列ですね、交換したものを元に戻そうと思ったら、じゃあもう一回その大愛行と大税行交換すれば元に戻るよねっていうことで、えっ、ー、と、それで逆行列が実はこの PIJ になるんですね。で、これちょっとこれ面白いのはですね、 自自自自分自身はこれ自分身自身の逆行列になってんですねだから、愛行と在行を1回交換して、もう1回交換すると元に戻るっていうふうになってますので、だからこのようにして、その基本行列の逆行列っていうのをあの求めることができるようになります。ですので、その基本行列の場合には、この基本行列がやっている行の操作、どういう操作をやっているかっていうのを思い浮かべながら、この計算していくと良いのではないかというふうに思います。はい、こ,こまででしょう